はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ゴローでございます。ということで今週も SKP 活動を張り切ってやっていきたいと思います。ということで、今回4試合目ぐらいじゃないでしょうかということでね、もうもはや後半戦、だいたい1日8試合ぐらいやるんでね。おっと、いきなり決められるやるんで、もう後半戦に入ってるんじゃなかろうかということで、おっと、リピート入った。こっからトップから一気に、あれやっぱうまいな、カットされないようにね、こうああいうのまだ全然できないゴローでございます。さあ今日は赤い広島ドラゴンフライズのユニフォームを着ての登場となっております。残念ながら今季移籍してしまった辻選手の3番のユニフォームを着ての後半戦となっております。さあ、あの前回の動画では、あの終わった後のね、ハイタッチ文化いいんじゃないのみたいな提唱させていただいたんですけども、今回はバスケいいなと思うところの一つなんですけど、これね、これもね、いつからこういうチーム文化になったのかなっていうのは、おっと、リピート入った。お、NBA、あだ名 NBA って言うんですけど、でかい、止められない、あれは。来週、そう、いつぞやから、相手チームであろうが、ゴール決めたら、なんか拍手するみたいな、よみたいな、なんか、あっと、またリピートきた。これは、ゴロから、オンサイドの方にピックしに行って、でそこに2人ディフェンス寄ってきたから、ここ開くよね、確かにね。で今ツカポンも開いたから、左サイドのディフェンスも開いたから、あそこできたね、道がね。なるほどね、勉強になります。そう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 、敵のチームが入れても、おお、よくやったみたいな感じでちょっと拍手する文化、僕はね、もうぶっちゃけ言うと自分のことで精一杯なんで、もう本当、お恥ずかしながら、もう人間の度量もね、ちっちゃいんでしょうね。なので、あの人が入れた時、人がっていうか相手チームが入れた時とかね、もうなかなかあの拍手はまだできないっていうね。人間的課題ですね。そう、でもこのなんつうんですか、成果を褒めたたえる文化みたいな、相手チームだろうが、あ、来た、あー曲がってる、惜しい。そう、こういうのいいですよね。なんかとかく、なんか今あのね、こういう競争の激しいしがないビジネス世界で生きてるとですよ、他人を蹴落とそうとかね、競合を蹴落とそうとかするわけじゃないですか。当然ね、営業でプレゼンで、競合に負けてもね、おお、競合よくやったみたいな拍手するやつなんていないんでね、それはバカ、ただのバカでしょみたいな。だからやっぱスポーツ、そういうとこはやっぱいいよなと思う。特に僕らでいくと、チーム内試合でやってるからね、やっぱ仲間がそうやって入れるのは、やっぱ嬉しいというか、なんかそういう、こういう文化いいなって思うんですよね。これほんといつから。おっと、おっと、リピートきた。ツカポンの方に出しの、こっちにピック行っての、あ、クルリンパドリブルついてのレイアップ、ナイスみたいなね、そういうなんかこの、なんか自分以外の友達とかの成果をなんか喜び合うということを普段日常であんましてなかったなって、個人的にめちゃくちゃ反省してるんですよね。なんか最近結構なんか家飲みにハマってるんで、あんま外で飲まないんですけど、まあ意外と今思うと、飲んでる時ってなんかやっぱ話したいことあるんじゃないですか、やっぱり。
誰かと飲みに来るということは、まあ大体僕飲みに行くパターンでいくと、意外と自分で言うのもなんですけど、聞き上手的なところはあって、ただ悪いところでいくと次の日を全く覚えてない、まあ良くも悪くも覚えてないですけど、そうすると結構ね、まあ愚痴みたいな、のがどうだろう、6割ぐらい、あと相談2割、あとの2割はなんか最近こんなことやってなんかうまくいったんですよみたいなこと言われるケース結構あるんですよね、全体の2割ぐらいは。ただこれってちょっと今反省してるのは、もっとそいつのなんか置かれてる状況とかを理解した上で、もっと一緒に喜んで共感した方がよ、共感するべきだなってちょっと今思いました。やっぱとかくその仕事上の嬉しかったこととかって会社が違ったりすると、やっぱまああんまりぶっちゃけよくは分かんないところも多いじゃないですか。でも言ってる方としてはやっぱ嬉しいんですよね。バスケと一緒、他の人から見たらなんか大したシュートじゃないのかもしんないけど、やっぱ入れたらやっぱ嬉しいんすよ、やっぱり。そしたらやっぱなんかなんだろうな、認めてほしいじゃないけど、なんかそれをね、なんか一緒に喜んでくれたらやっぱり嬉しいっすよね。だから僕はもう今日からはなんかそういう話をされたら、もうほんと心のそこから一緒に喜ぼうと思った次第でございます。おっと、あ、来た、これ今日一プレー、ここで止まらずドリブルして、ワンドリしてからのレイアップ、奇跡。あ、リピート2回目。ここで今言ってた話見て、このツカポンとロッキーどっちともガッツポーズしてくれてたんですよ。もう一回見せたいぐらいですけどね。僕がレイアップすげえ苦手なの知ってるからだし、僕が最年長なのも知ってるからだと思うんですけど、なんかね、二人がガッツポーズしてくれたの最高に嬉しかったでございます。